鶴見注意は、6月末のアプデで、降下時間が、8.1 から8.5 カウントになったよ。ゴールデンカムイコラボ復刻の時にも紹介したけど、改めて、計略は式7の号令で。2コス以下の味方の武力プラス8、自身武力プラス4とシンプルで、誰でも使いやすいパワー系。構築は、三谷隆との組み合わせ、四季の軽さで幅を持たせられる。技巧持ち同士やから、シクリューハさんの指導を早められるのもあって好相性。チクショまだ死ねん。おもしれえ。おら！俺はここで終わりか。突撃！おら！面白いをやる！どうした？こっちは遊び足りんぞ。突撃！お前たちの命、俺が預かった。おら！お前たち。畜生、ここまでか。おら！流派、発動！三の型。おら！命乞いはしない。この野郎！突撃！今度は俺らの番だ。流派発動。三の型。突撃！畜生、ここまでか。この野郎。見るべきものは見た。そこだ。少しは役に立ったかな。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。流派発動。一の方。この野郎。もっと前でなくていいのか。さやに収まんな。まだ早い。そこだ。こっちは遊び足りんぞ。平家の誇りを守りたく、この知盛に続け。前期解放。
前たちの命、俺が預かった。突撃！開花！俺が行く道は俺が決めるんだ。俺はここで終わりか。そこだ。突撃！命乞いはしない。お前たちの命、俺が預かった。面白い。流派発動。身の肩。逃げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。最後まで下は抜かねえ。絶対負けねえ。最後まで下は抜かねえ。突撃。少しは役に立ったかな俺。ジェクショー、ここまでか。見るべきものは見た。まだ死ねん。この野郎。絶対負けねえ。面白い。今回は2試合あるよ。少しは役に立ったかな俺。これが新選組の戦い方だ。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。切る。最後まで下は抜かねえ。槍が折れたか。おら！おいや！こんなんガキの喧嘩じゃねえだ。悪い、足を引っ張っちまった。サイヤに収まんねえ。負けねえ。まだ早い。間に合ったか。流派発動。一の方。
うした？こっちは遊び足りんぞ。狼たちの牙、貴様を死へ導くぞ。槍が折れたか。戦機解放。俺が決めるんだ。逃げねえ。これは俺の人生のリベンジだ。面白い。面白い。流派発動。三の肩。義仲様。おら！敵に背は見せぬ。おら！流派発動。二の肩。公務執行妨害で逮捕。おまわりさんの心を傷つけた。今日はやめておこう。少しは役に立ったかな、俺。最後まで下は向かねえ。絶対負けねえ。入れ墨人気は無事だ。おら！最後まで下は抜かねえ。どうした？こっちは遊び足りんぞ。狼たちの牙、貴様を死へ導くぞ。義仲様。戦機が折れたか。流派発動。二の肩。こいつがね、百人力だ。おら、絶対負けねえ。今度は俺らの番だ。道は俺が決めるんだ。悪い、足を引っ張っちまった。切る。俺が行く道は俺が決めるんだ。
政権を作り、私が上に立ってご視聴ありがとうございました。